ザクセンバイマルアイゼノハ自由州は、1918年のドイツ革命でザクセン大公国の君主制が廃止されて成立したドイツ国の自由州である。1920年5月1日に中林ン,ン諸法六州と合法してチューリンゲン州となった。ドイツ革命を受けてバイマルで組織された老兵零手の君主制、廃止運動により、 ビルヘルム・エルンスト大公は1918年11月9日に単位宣言に署名して退位した。政府機能は段階的に老兵、レーテに移譲され、11月12日に老兵レーテ評議会議長、アウグスト・バウデルトを州委員長とする臨時政府が発足した。1919年3月9月に衆議会選挙が行われ、5月20日に ドイツ社会民主党と、ドイツ民主党の連立政権が発足した。ドイツ民主党からは、アルノルト・パウルセン、フィリップ・キューナー及びエミール・ポルツ、ドイツ社会民主党からは、アウグスト・バウデルト、アドルフ・ヘルシェルマン、ユリウス・パルム及びアルベルト・ルドルフが入閣した。一方、5月15日にはドイツ民主党、イエーナ支部代表で、法学者でもあったエドゥアルト・ローゼンタールが起訴した。 州憲法が衆議会で可決された。この州憲法は、後の中林原衆憲法の叩き台にもなった。ザクセンバイ・マルアイゼナハジユー州は、中林原諸法の学校協議において先導的な役割を果たし、1919年6月5日の衆議会では学校への参加を賛成33、反対8で承認した。1920年5月1日に、 中林弦書法6州と合法して中林弦州となったことで、ザクセンバイマルアイゼナハジユ州は主権国家としては消滅した。1920年12月9日の移行期間における旧中林弦書法の管理に関する法律で州政府は地区代表と地区政府に再編され、さらに1923年4月1日には移行期間が終了して地区政府も解体された。 ありがとうございます。